と、チュロ。えー、ありがとう。はい。してただろ、ネームね。チュロ。えー、ナンパの際、同じことしか言えないのか、と思うぐらい、こぞって、薄っぺらい、かいがったんで、うん、ばかりで、嫌気がさすのですが、一回ぐらいね、時間がないんだ何も聞かずに一緒に来てくれ早くみたいな感じで強引に連れて行かれ、怒ると、このままだと君の命が危ないんだくそもうここまで追ってがとかいう面白いナンパに、 たまにはあってもいいのになと思ってます。あ<ー>これ嘘じゃんでも。そうです。その後どうするんです、ね。だけどさ、うん、あのあれよね。この可愛いなって思った女の子をいかに。 こう楽しい気持ちにさせてあげるかっていうことでこれはそうだね。最初の盛り上げってことだよね。そうそうそう。すでにもうそのプレゼンが始まってるっていう意味ではいいと思うけどね。これでもリアルだからちょっとやめてくださいってなりませんなんかやめてくださいってなりませんどこ連れていかれるのみたいな。それが冗談ですよっていうの大前提でお茶でもどうですかっていうサブテキストでね。こう、緩急。ユニークであるってことユニークである。 嘘になっちゃそう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 だからさ本気で「ちょっと」ってこう眉間にしわがやってる感じじゃなくて、はい、ただの誘拐だからなるほどあそっかそっかこうあ <laughs> エンターテイメント的な,なっていうならいいけどいでもこの人が求めてるのは違うっぽいよねどうだろうね 昔友達と待ち合わせしてる時に、はい、その中で女の子が一人なんかホクホクしながら来て、うん「どうしたの?」って言ったら「今そこで声かけられてたんだけど、まあ、すっごい可愛い子なのよそんなのよくあるんじゃないの?」って言ったら「そうじゃないんだ」っつって「えー、あの,あの本当に突然申し訳ないですあの、えっと、ごめんなさい」っつってすごいテンパってるんだって「何、えー、何?何」って言ったら「本当に一目惚れなんです」って、えー、ご迷惑だと思うんですけれども「こんなの僕も初めてでどうしたらいいかわからないんですけど」えー、って言って。えーほん 一目惚れで今一緒にいてくださらなくてもいいんですってで今最初はだから「今お時間ありませんか?」って言われたけど友達待ち合わせしてるんではい、はい、そしたらあの「あのー」っつってなんかこういらない紙出してきて連絡先書いて「はい、本当によろしかったら連絡いただけたら」って言って、えー、なんかそれがあまりにもガチすぎて、えー、なんか悪い気しなかったって言ってそうだね、うん、ナンパはだから自分も今までいい思い出ないけどそれはなんか嬉しかったって言ってたへえー、心が伝わればそう,そうそうやっぱ伝わるんだね ナンパじゃないね、交渉<う>だねっつっ。ああ<ー>、そんなことあるんだ。あるんですね。すごいよね。すごい。うん。